バージニアフォールズ・ナハニ国立公園は、カナダノースウエスト・ジュミ州にある国立公園である。イエローナイフより約500キロメートル正方に位置する。公園内には、標高2972メートルのマッキンジー3を含む。ナハニ国立公園の中心部は、サウス・ナハニ川流域である。第1から第4の名前が付けられた峡谷は、 壮大な峡谷を形成している。ナハニの名前は、先住民であるデネ族の言葉であり、日本語に分けすると、精神を意味する。バージニアフォールズにおいて、水流は、水縁を立てながら、90メートルの高さを急落する。この落差は、ナイアガラの滝の約2倍である。バージニアフォールズの中心には、カナダでは有名なカヌー選手であり、著術家。 映画監督でもあるビル・メイソンにちなんで名付けられた、メイソンズ・ロックと呼ばれる岩が存在する。また、この滝の周辺部は、ランの中でも、気少種の生息地でもある。現在、この滝について、カナダの首相を務めたピエール・トルドーの名前にちなんだ、名称へ解明が提案されている。この滝を除いても、多くの急流がこの国立公園には点在している。 国立公園内の養分を含んだ温泉、ツンドラ、山海、東肥族や山ならしで構成される森林は多くの鳥類、魚類、哺乳類の生息地である。ラビットケトル、ホットスプリングと名付けられた温泉地では1万年前に形成され、カナダ国内では最大級の大きさである高さ30メートル、幅60メートルの多孔室の石灰石が見つかっている。また、 この国立公園はカナディアンエコゾーンに指定されている地区の3つが存在する。西部の大河山系、東部の大河平原、国立公園南部のわずかを占める北方山系である。フォートシンプソンのビジターセンターにはこの地域の歴史、文化、地理が展示してある。那覇に国立公園はユネスコの自然遺産では 最初に1978年に登録された。1972年にピエルトルドー首相によって、この公園は4766平方キロメートルが国立公園として設定された。2003年にはノースウェスト準州のデネジンとカナダ政府との間で協定が締結され、新たに23000平方キロメートルに暫定的な保護が与えられた。 2007年8月には、スティーブン・ハーパー首相が、国立公園の拡大の決定を下し、新たに、5400平方キロメートルが追加され、国立公園の面積は3、33000平方キロメートルまで拡大され、国立公園では、カナダ第3位の広さとなった。現在、那覇に国立公園に行く、交通手段は、水上飛行機かヘリコプターに限定されている。 毎年800から900人が国立公園を訪れている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。